よいしょ。落としちゃった。拾ってー。これ？あ、赤血球のお姉ちゃん。はい、どうぞ。ありがとう。どういたしまして。作戦会議を開く。ダメだー。どけー。あ、それに一緒にパオネショしてたらご主人が大変。でも、でもだよ、ショコラたちが嬉しかったらご主人様もきっと嬉しいよ。違いますよ、あれは別におねしょではなくて、あれはウレション。私もウレションですから。別れ話をしてた彼ですか？やっぱ見てたの？たまたま。学校で言いふらしたらただじゃおかないからね。私のモテイメージが壊れる。別に言いません。一番見られたくないやつに。お待ちどうさまです。あ、今日な、待ちかねていたにゃんぞ。3日に一度は顔を出す約束どうなったにゃん。すまない、期間の妨害がひどく。にゃにゃ、そこまで期間は迫ってるにゃ。では今日も期間打倒のための極秘会議にゃ。そうだ。か、手に入れたのにゃ。許さない、絶対にだ。あ、ソフィーちゃん、夜だよ、起きないの？あと5分。私、天野あかり、普通の女子高生、吸血鬼の女の子と一緒に住んでいます。的な証拠を安弘に見せれば、あの女をやめさせられる。よし、いっそ頭にかぶれ。インパクトのある絵が撮れる。さあ行け、かぶれ、かぶれ。今だわ。ねえイリアちゃん、今日が何の日か知ってる？3月3日は桃の節句ひな祭り。おー、しょ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 、ここだな、知ってるぞ。アシリパさん、いやー、これは何でもない、関係ない。杉本、その子グマどうするつもりだ？こいつは俺が面倒見る、母親代わりになるんだ。なるんだって子グマを育てた経験はあるのか？そいつが何を食べるか知っているのか？わかった。あ？はぐれないように勝手な行動はしないこと。はい。他の子と喧嘩しないこと。はい。GP1B とかをちゃんと使って飛ばされないようにすること。はい。凝固因子は持ちましたか？よし、それじゃあ行くよ。はい。やっぱり偽物。なんだ、やっぱりか。親父に違う武器もらいに行こう。うん。おっと。おっと、じゃねえよ。いただきます。なあ、黒焦げだ。せっかく買ってきたのに。
それはポーのサイン。え、ポーって100年以上前の人だよね。ソフィーちゃん何歳なの？確か今が西暦2010だから360。あっ、って秘密だ。女性に年を聞くなんて失礼だろ。え、ごめん。入りますよ。お、さすがにドアを破壊して入ってきたりはしないよね。あの、お昼ご飯できたんですけど。これはカレーだ。ほーら、リンゴとハチミツが恋しちゃってますよ。買って間もない感じのものがあるのは、これはもしかして総一郎様のお食事は私が。見ろこの入れ墨。偉い人の奥さんほど大きな入れ墨をするんだ。それにみんなお前に興味があるようだぞ。決戦完成！ゲゲゲ！決戦？ワイスパレーションです！あ、4989番生きてた。うん、怖かった。私たちはカラーズ。この町の平和を守る。よっ、期待してるぜ。はいはい。私たちが子猫でいる時期は短い。だからもっと遊んでくれてもいいと思う。いつも遊んでるだろうが。ずるい。ご主人様、ショコラも。はい。ちゃんは吸血鬼なんだよ。だから映らなくて普通だよ。ああ、なるほど。吸血鬼！ソフィーちゃん、今日もお人形さんみたいで可愛いね。夜だ。こら、あかり、やめなって。怖がってるだろ。あの女は嫌いだが、カレーに罪はない。そこに置いておいて。下で一緒に食べましょうよ。やだ。そんなこと言わないで。動けない。うわあ、先輩方が化粧板ちゃんに連行されてる。熱い。水をくれ。お茶でもいい。この血栓が乾燥するとかさぶたになるのです。どこまでなんだろう。